青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様はじめまして、料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて、前回から始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、お隣にお座りの料理カウンセラー青木由美さんが運営されていらっしゃる愛され飯協会での活動をベースに、ラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、メニューの選択など、料理と婚活、そして青木由美さんの魅力、そして私佐々木千秋のこだわりなんかも盛り込んだ、アラサー女子目線のトレンド情報満載な番組になればと思っております。この番組を通して一人でも多くの方が婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものを一緒に考えていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でのアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけ教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。料理を通して例えば婚活、恋愛、親子関係など、普段の、生活の中でのさりげない気づきのヒントをお伝えできればと思ってます。そしてこの愛され召し上がれで由美さんと番組を進行させていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在は佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。そしてご存知の方がいらっしゃいましたら嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4土曜日お昼2時30分から言葉や筆跡にこだわった番組、言霊アラカルトという番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、この愛され召し上がれ同様にぜひお聞きいただければと思います。さあ、こんな2人でですね、今回も皆さんに料理、婚活などについてお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたけどなかなか習いに行く時間がないとお悩みの方々、お待たせいたしました。たかがラジオ、されどラジオ、はい、青木由美さんに今回から料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、お願いいたします。はい、あなたも簡単料理人ということで、はい、料理を上達させたいって結構皆さん思いますよね。思いますよ。ですよね。だけど、うん、楽に簡単に上達させたいって思いませんか？もちろんです。ですよね、はい、苦労するのって嫌ですもんね。嫌ですね。できればね、簡単に済ませたい。実はこれステップがあるんですね。あ、そうなんですか。あの水泳とかでも、はい、やっぱり一番最初からクロールとかではなくって、はい、バタ足から始めると思うんですよ。そうですね。同じように、はい、料理もステップを踏んでいくと上達するので、何回も作るっていうような根性論特に必要ないんですね。料理もステップ必要なんですね。そうなんですよ。ステップがあるんですね。今回は、1回目なので、まずねステップ1をお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、まず一番最初はドレッシングとかタレをね、活用してもらいたいなと。ドレッシング、そしてタレですか。はい、最初から全部作る必要はないんですね。そうなんですか。まずね買ってきたものでいいんですよ。あら、それも料理なんですか。そうなんです。混ぜるだけでいいんですよ最初は。あら、まあなんかちょっと頑張れそうですよね。はい、もうほんと最初はとにかくキッチンに立つっていうことに慣れてもらいたいので、最初からタレ作るとかドレッシング作るなんていう大変なことにチャレンジをするんじゃなくって、はい、市販のものを買ってきて、はい、慣れたら作り始めればいいんです。そうなんですね。そう考えたらちょっと楽ちんですよね。すごく楽ちんな気がしてきました。やっぱりね、重い腰を上げるっていうのが最初のステップになりますので。そうなんですよ。重い腰がなかなかねこう上がらないん
ですよ。そういう方がやっぱりね、はい、なかなか料理から縁遠くなっちゃったりしますので、これね実は料理だけじゃなくてお勉強とかでも同じなんですけど、はい、最初の5分だけやろうということで、うん、最初のハードル低くしてあげることがポイントなんですね。そうなんですか。お料理もね、あのお勉強もやり始めていくと、はい、だんだんとやる気が出てくるものなので、最初やろうかなでもなって言ってるところが一番大変ですから。そうですね、やっぱりねハードル下げるっていうのが大事になります。あ、すごくいいこと聞きました。なので、はい、ね、例えばですけどね、茹でてドレッシングと和えるだけとか、はい、うん、あとは焼いて焼肉のタレ混ぜて食べるだけとか、はいはい、あとはね、実際にドレッシングをいろいろなパスタのソースとして使っちゃうとか、はい、こういった簡単なことから始めてほしいんです。あ、調味料を食材にかけるだけ、これでもいいんですか。いいんです。あの私のねおすすめとして、はい、活用しやすい調味料っていうのがあるんですね。お、知りたいですよ。まずですね、はい、焼肉のタレ、ステーキ醤油、ドレッシング、めんつゆ、ポン酢、マヨネーズ。これらって結構使いやすくって、はい、私もですねよくやるんですけど、はい、あのこんにゃくのね表面にちょっと切り込み入れてもらってから、はい、まあ、食べやすいサイズ適当に切ってもらって、はい、フライパンで焼くんですね、はい、そしたら焼肉のタレで、まあ、上からかけて炒めるだけ。あの市販の調味料焼肉のタレを買ってきて、はい、こんにゃく切って、焼いてかけて、そうです、食べるだけ、それだけなんです。これも料理なんですよね。一品になります。簡単。ね、カロリーも低いので、はい、あの夜ねちょっと遅くなってから食べる時って女性は特に罪悪感あると思うんですけど、そうですね、こんにゃくなのでちょっと安心なんですよ。ヘルシーな感じがしますよね。はい、でその時のポイントなんですけど、はい、あのタレとかね調味料もそうなんですけど、うん、あの味がねそのまま料理の味になるので、はい、料理に私まだあんまり慣れてないわっていう方は、はい、できればですね少しだけいいお値段の調味料を買うっていうのがおすすめのポイントです。あ、そうなんですか。なんかこうね料理を始める人ってとりあえずお安いものからと私は思っていたんですけど、はい、いいものをしっかり使っていくというところが大事なんですね。そうです、調味料だけはちょっといいものっていうのが美味しくなるんですね。あ、なるほど。ちなみに、はい、味付けたんだけど、はい、ちょっとなんか味が薄いなとかこれでいいのかなって迷うことありません？まあ、しょっちゅうですよ。あれ何入れていいか分かんなくなりますよね。分かんないんです。そういう時ってですね旨味とあの塩味、うん、どっちかが足りないっていうことなんですね。旨味と塩味、はい、うん、なので、まあ、旨味になるような出汁とか油とか、はい、それか、はい、まあ、塩味になるようなお塩またはお醤油お味噌、これらを足していくといいんですよ。そうすると味が決まりますので、はい、やっぱりねあのドレッシングね、はい、そしてタレ、これ市販のものでもいいので、うん、こういったものをうまく使っていって、まあ、全部手料理でね作らなきゃいけないって考えないでほしいんです。これがまず料理上達していくステップ1個目になっていきます。このね便利な市販ね商品たくさんありますけど、はい、まずはそれを買っていただく。でさらにポイントとしては少しお値段の高めのものをこう選んでいくっていうところが、はい、まあ、作っていても楽しいですし、美味しさもね満足感も得られるということですよね。そうですね。すごくねあの料理に対してのイメージが私ちょっと変わってきましたよ。あ、はい、やっぱねちゃんとやんなきゃと思うとハードル高いですからね。はい、このステップ1は外せないですね。よかったです。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への第一歩は今回の放送で確実に刻まれたはずです。私も刻まれました。そして料理番組みたいですがこのコーナー含め今放送中の模様は本日番組終了後約1週間以内に再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。京都で箸休め。さてこのコーナー初めて聞きますとですね、んと
思いになると思いますし、私も初めて聞いた時はいやいやなんで箸休めに京都まで行くのと思わず突っ込んでしまいたくなりましたが、この番組が料理カウンセラーの第一人者青木由美さんの番組ということでですね、婚活レシピ料理と文字通りお腹がいっぱいになってしまいますのでですね、私と由美さんの共通の好きなというジャンルを合わせていきましたら京都ということでしたので、ちらっと独断と偏見そして思い込みで勝手に京都トークをしていこうと考えられたコーナーです、はい、そして1回目の今回は2人の京都の思い出のスポットについて全く構成台本なしのフリートークで進めてみたらどうということなんで、早速ね、はい、お話ししていきたいと思うんですが、気になってます、はい、まずは私佐々木千明なんですが、京都そんなに1年に何回も行くわけじゃないんですけど、大体結構春に訪れることが私は多いんですね。桜の綺麗な季節ですよね。そうなんですよ、これまたね、ちょっと先取り気分というか、いいですね、はい、すごく綺麗な時期に行かせていただくんですけど、昨年ですかね、実は初めて三年坂という坂、うん、はい、あの清水寺にの参道の一部なんですけど、三年坂より二年坂の方が結構有名だったりしますよね。私ね全然知らなくて、あの高校生の時に修学旅行で行ったはずなんですが、うん、覚えてないんですよその坂を。はい、昔だとやっぱりね、そうなんですよ、みんなで楽しむっていうのがメインですもんね。そうなんです。なのでこう周りの人にあのよく旅行雑誌とかで見る、あの坂はどこだっていう風に聞いて、それ3年坂って言うんだよ2年坂って言うんだよっていうのを教えてもらいまして行ってきたんですよ。で本当にあの3年あの 転んじゃうと3年以内に死んじゃうよみたいな言い伝えもちょっとね怖い言い伝えもあるみたいで、もうそれくらい石段がすごく坂道連なっているので、まあ、そういう注意点ということで言い伝えにもなっている坂なんですね。それ初めて知りました、びっくりです。らしいですよ、ちょっとねらしいですよの話になっちゃうんですけどね。で本当に何だろう、お店が連なっているんですけど、うん、いっぱいありますよね、はい、私初めて行ってみて感じたのがあの唐辛子屋さん、唐辛子、はい、唐辛子を、お好みの味に調合ができるお店なのかな。へえ、はい、なので自分の好みに合わせてくれるんですか。そうなんですって。すごい。だからもう辛いものが好きな人は辛めの成分入れたりとかっていうのができるんだっていうのがすごく再発見というか大発見でしたね私にとっては。それいいですね、はい、いや唐辛子こう売ってるのはよく見ますけど、はい、調合ができるっていうのはちょっとびっくりですよ。そうなんですよ、ね、オリジナルなのかなと思うんですけど、もしね今度行かれる時ぜひ行ってみてください、それちょっと行ってみたいですね、はい、ゆりさんはどうですか。いや私も、まあ、二年坂とかはよく通るんですね、はい、であと高台寺、うん、あの近くもよくって、はい、私あの11月もですね、はい、久々に、はい、秋の京都に行ってきたんですよ。いいですね。で二年坂は通ったんですけど、はい、途中でこうちょっと横道に入っちゃったので、あ、なるほど。三年坂はちょっと通ってないかもしれない。あ、そうなんですね。でもねそのまんまこう高台寺の方を回りまして、はい、その時ですねねねの道っていうこう小道があるんですけど、うんうんうん、はい、そこのですね楽勝さんっていうお店のわらび餅がすっごい好きで、うん、ここによく行くんですよ。あ、そうなんですか。お土産にも結構あの販売もあるんですけど、はい、お店の中でもこう鯉が泳いでいるお店の中でこうちょっと食べられるんですよね、うん、いいですね。なので私は結構この楽勝さんのわらび餅をお土産にするっていうのが多くて、これね本当にあの美味しいっていうのがありますし、あとですねあの秋に嵐山の寂光寺にも行きました、はい、あ、そうなんですね。こちらですね寂光寺のこう門入った瞬間にもみじの落ち葉、これを使ってハート型になってるんですよ、それは全然知らなかったです。なんかインスタ映えのスポットだと思うんですけどね。いや間違いないですね、気になっちゃいますもんね、ハートっていうのがまたね由美さん見つけたのがいいなっていう風に感じたんですがもう本当にねインスタ映えスポットもたくさんね、あると思うので皆さんもねぜひ京都行きたくなってくれたらいいなと、はい、思います。以上京都で箸休めのコーナーでした。改めまして今月から始まりました新番組
愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。皆さんこっからもしっかり聞いてくださいね。さて続いてのコーナーは由美的ゴールデンレシピのコーナー。このコーナーは料理コンサルタント青木由美さんがゲストをお招きした方に書いていただいたアンケートをもとに、その方のためだけの世界に一つだけのオリジナルメニューを作成していただきます。そしてそのメニューに挙げた一品につきましては、さらなるヒアリングでなんとゴールデンレシピを完成させ、実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。そうなんですよ、まあ、なかなかねラジオってこう料理難しいかなと思うんですけれども、この番組をお聞きいただいている皆様にも何かねレシピ作りの参考になればなと思うのでチャレンジしていこうと思います。でですね、今回のゲストはまだねスタジオにお入りになってらっしゃらないようで。いやいやいや、何二人で茶番やってるんですか由美さん。はい、だから今回はですねゲストさんはなしということで、はい、私がチャレンジさせていただきました。失礼しました。台本上の茶番にお付きいただきましてありがとうございました。では由美さん気を取り直して、先ほども説明させていただきましたが、まずこの10個の質問に書かれたアンケートに私佐々木千秋答えました。名前、生年月日、出身地、そして好き嫌い、好きな料理、あとは、サラダにドレッシングどれくらいかけるかとか、はい、あと自炊の割合どれくらいかとかっていうねご質問をいただきましたので、私実際ドレッシングは結構かける方というふうにお答えしまして、自炊の割合も1割くらいかなということでお答えさせていただいたんですが、それでどんなオリジナルメニュー出来上がったんでしょうか。はい、発表していきたいと思います。はい、お願いします。佐々木千秋さんのメニューはですね、簡単アサリの酒蒸し、アサリの酒蒸し、食感の楽しい大豆ご飯、大豆ご飯、塩昆布と野菜の浅漬け、浅漬け、美肌わかめのお味噌汁、わかめのお味噌汁、この4つをチョイスさせていただきました。いやすごいですね。すごいというか美味しそう。これね一個一個ちゃんと理由があるんですけど、はい、女優さんということで美肌にね一番興味があるかなと思ったんですけど、アサリの酒蒸しって血液をサラサラにしてくれる効果があるので、外食が結構多いのかなというところからこちら、そしてですね大豆ご飯は、よく噛むと脳がよく働くと言われてるんですね、それでこのご飯を、そして浅漬けに関しては、オリーブオイルを使うので、体内のアンチエイジング効果があります。オリーブオイル使うんですね。はい、そしてわかめのお味噌汁はですね、食物繊維がたっぷりあるので腸内からきれいにしてもらうことができます。あら、完全に美肌でございますね。そうなんですよ。はい、では千秋さんはこの中のメニューで、ゴールデンレシピどれがお気に入りですか。どれもね気になるんですけど、アサリの酒蒸し、これ気になりますね。いいの選びましたね。はい、じゃあ早速、アサリの酒蒸しについてのまずちょっとね簡単な作り方をお話ししていきたいと思います。お願いします。まずですね、アサリの砂抜きという作業をするんですね。はい、こちらはバットにアサリを並べてですね、50度のお湯をかけます。お湯をかける。はい、で上に新聞紙乗せてください。え、新聞紙ですか。そうなんですよ。これで暗くするんですね。海の中と同じ状態にして20分置きます。20分。はい、そしたら表面をこすり洗いをしてください。はい、次にですねフライパンにごま油と生姜入れてもらって、で生姜はねチューブで全然 OK です。あ、そうなんですね。簡単に作ってもらっていいので、で弱火をつけてもらったら、アサリを入れてください。はい、でここにですねお酒入れてもらって、蓋したら大体2分ぐらい。お酒入れて2分くらい。はい、はい、で2分ぐらい経ってくると、アサリのね口がほとんど開いてきますので、そしたらですね、お醤油と小口切りの万能ネギを散らしてください。はい、これですねこれだけで完成をしていくんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。結構簡単にサッとできちゃうものなんですよ。砂抜きがちょっとね少し時間がかかるんですけど、やっぱり生姜で体温める効果がありますので、特にこの時期ちょっと寒いですし、そうですね、体温めた方がこうお仕事にも活力が出てきますし、またお肌にもいいと
いうことが言われますので、はい、生姜をしっかりと使っていきます、うんうんうん、で実際ですね、はい、これ今日のレシピまとめてきました。え？こんな感じで。あら素敵。はい、ゴールデンレシピ。レシピわあすごい。はい、ちゃんとね、あの冊子にしてくださって、なんて言うんでしょう、こういただいたら嬉しいパンフレットというか、はい、でいただきました。お花の模様が書いてあってね、素敵な。そして中には中にはちゃんと佐々木千晶様のメニューということで、はい、はい、ちゃんとメニュー 4点と、あとは、レシピ、お、アサリのレシピ書いてますね。酒蒸しレシピ、はい、分量まで全部記載してきました。書いていただきました。いや、これね、あのいただけたらすごい嬉しいし、あのアサリって結構ね、私の中で結構ハードル高いなと思ったんですけど、こうやってね、ユミさんにおすすめしてもらったら、なんか作ってみようって思っちゃいますね。まあ、意外とね簡単ですし、人から聞かないと使わないかもしれないですよね。うん、そうですね、アサリね、これは素敵な、もう大切に、まずはここからね、私も作って、そうですね、はい、いきたいなと思います。やっぱりね、ちょっとこう、はい、ドレッシングたくさんかけるっていうアンケートの結果にも書いてあったので、はい、少しだけ、まあ、ちょっと味がしっかりしてるものの方がいいのかなということで、まあ、ちょっとねお醤油も少しこう適量になるように作らせていただきました、はい、その通りでございます。味が濃いものがね結構好きなんですよね。いや、もう先生、ぜひぜひちょっと実践してみたいと思います。青木さん、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ作ってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、あの皆さんもゴールデンレシピちょっと気になるっていう方は、ぜひぜひあのこの番組を通じてね楽しんでいただけたらと思いますので、お願いいたします。以上、ユミ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4火曜日夕方6時からお送りしますので、ぜひ今後もお聞きいただければ嬉しいです。ユミさん、今回いかがでしたか。はい、あのこのゴールデンレシピね、はい、アンケートが来てから、うん、じゃあね、こう仕事のどんどん頑張れるようにどういうのがいいかな、やっぱりいろいろ考えるのが私も大好きなので、うん、すごい楽しかったです。いや、これはね、なんかちょっと嬉しいですよね。私のことを考えてっていう気持ちがまたさらに嬉しかったりするので本当にありがとうございます。はい、そしてこの番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千晶でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。